はい、皆さんこんにちは、こんばんは、お疲れ様でございます。ライディングエースの島馬です。今これから新湘南バイパス乗るんですけど、今日ね、久しぶりに箱根を通り越してちょっと伊豆のね方へ、行ってみたいと思います。はい、熱海峠まで来ました。よいしょ、これからね伊豆スカイラインです。こんな感じでガスってますね。よいしょ、伊豆スカイライン走ってきて、今亀石ですね。誰もいません。一人ねバイク走ってる人いましたけど、一生懸命事故らないように気をつけてください。はい、で伊豆スカイラインを走ってきて亀石で降りて、今日ね、行く先言ってなかったんですね。西伊豆スカイラインに行こうと思ってます。はいはい、県道80号線ですね。セブンイレブンが右側にあるところを左に曲がるんですけど、まあ、これでねこの裏道で修善寺に抜けるんですけど、どうですかこの伊豆の田舎道、綺麗でしょね。この道ね意外といいんですよ。こんな感じですよ、伊豆市。こんな川が流れててね、結構綺麗なんですよ。この道ね結構好きです私。だいたい西伊豆方面行くとこの道使いますね。よいしょ、さあ天空の道西伊豆スカイライン。ですよ。えほう。ちょっとガスってて残念だな。ゆっくり走ろう。もうね、ここが天空のコーナーですよ。ちょっと止まっちゃおうかな。どうすか。おお、なんとか下も見えるな。雲があって残念だな。
西名峠到着です。うわ、ガスちゃってんな。何に見えますか？馬に見えませんか？やばいな、この景色。4K30 コマ、ハイパースムーズオフ、 GoPro 最大画質ですね。ハイパースムーズオフなので、画角クロップもされてません。スーパービューの一番広い画角ですね。やばいでしょこの景色。Thank you.
みの丘。これやばいでしょう。いやいや、やばいでしょう、ここの景色。馬いるし。いや、ここ寄ってよかったわ。小金崎はクリスタルパークは来たけど、ここまで来たことなかった。いやいや、やばい景色だ。やっぱ西伊豆綺麗だわ。